誰もがクリスマスや休暇を愛する人と過ごすことを楽しみにしています。BTS ファンにとって、ドンスの外観は RM ダックカーボン24の BTS 弾丸を意味します。防弾少年団がまだ何なのかわからない人のために、2021年1月に RM は、木のダックリバースのエピソード7で自分の可愛い写真をリリースしました。RM は、雪が降るまで1年待たなければならないと説明した後、その仕事に興奮しました。もちろん、アヒルは長期間保存され、天候が暑くなり始めるとすぐに解凍されます。早々、防弾少年団を購入しましたが、暑くて少し弱そうだったので、防弾少年団が弱体化して消えていくのを見るのは悲痛でした。1年くらいで戻ってきたらまたお話しします。霊夢は表面にあります。残念ながら、その直後、RM は彼の雪の壁にひびが入ったことを明らかにしました。また、強火で使うたびにアヒルが半分溶けてしまいます。不均衡ですが、RM は売り切れて、次のサンタクロースの秋に備えて新しいものを購入しました。しかし、逆訪問は迅速に行われ、今年の12月に米国から帰国しました。新しいモデルは、ないことを説明しました。防弾少年団は戻ってこなかった。RM は昨年スノーダックの形が壊れたからだと説明したが、それは問題を解決した。今、メンバーと彼の兄弟が幸せであることを確認するためにいつもそこにいる誰かがいます。これは、RM ギフト付きのサンタクロースとしてのクリスマス等シーズン2です。BTS の更新が投稿された後、人々が学校に行くことを要求したかどうかはわかりません。私が答えた質問は公式に書かれたものだと多くの人が言いますが、それはサンタクロースですか？それとも、人気アーティストとしての使命を果たしているだけですか？間違いなく、神はメンバーが望むすべてのものを持っていることを確認するために常にそこにいます。しかし、神がリーダーに必要なものを RM に提供したのはこれが初めてではありません。今年初めに不快なシティサイクリングについて不平を言った後、私は彼に新しい RM5 バイクを購入しました。私は同意し、RM の誕生日にアヒルが悪役になることを RM が明らかにした時に、彼に新しいバイクを渡しました。すべてのメンバーが完了したことを願っています。ああ、すみません。私はアヒルのモデルを購入し、天気が温まる前に防弾少年団のカムバックについて答えるようにアミスに頼みました。今日のビデオこれは以上です。ご視聴ありがとうございます。